これから1週間、俺は毎日あなたの匂いを嗅ぎに来ます。はい、経理部の八重島麻子さん。商品開発部プランナーの名取幸太郎です。今あなたの匂いにビビッときました。匂い、私の匂いで不快な思いをさせてしまい、はい、とんでもない、めちゃくちゃいい匂いです。匂いを嗅がせてください。ナサリさん、テンション高いですね。姉ちゃん、男慣れしてねえんだから、コロッと騙されたよ。ナサリさんに匂いを嗅がれても、嫌じゃないんです。